今日凝ったらやるわね。どんな子？かっこいい？なんか探偵物に出てくる犯人みたいに黒い人。へえ、じゃあ最近はそのお兄ちゃんと遊んでるの？うん、そう、いっつもね、遊んでくれるの。絵本も買ってくれたんだ。まあ、よかったわね。京子、あなたお世話になってるのにどういう例えなの？だって一度二人きりでお話ししてみたいわ。二人きりで何話すのよ。ねえ、明日は休日だけど来るの？宮村くん来るんじゃない？本当？どうしましょう。テンション上がるわ。こんにちは。待ってたのよ。上がって上がって。 お邪魔します。堀母だ。初めて会った。お話はいろいろ聞いてたのよ。ただいま。あ、遅れましたか。あ、お兄ちゃん。ごめんなさいね。京子はちょうど買い物に行ってて、もっとお話ししたいんだけど。これから仕事に戻らないと。いつも本当にありがとうね。いえ。